老年期のマクシミリアン・カールの同伴がマクシミリアン・カール・アルブレフィトツーレイイコール、ベルトハイムイコール・ロシフォールは、ドイツの上級貴族、レイイコール・ベルトハイムや出身者では、最初の孔。神聖ローマ皇帝ヨーゼフ一世、カール六世兄弟に仕え、兼職を歴任した。レイイコール・ベルトハイムイコール・ロシフォール博、フェルディナント・カールとその妻で、 ピュルステンベルク・ハイリゲンベルク・ハクエゴン八世の娘で、あるマリア・アンナの間の長男として生まれた。一族の伝統に従いハップスブルク家の皇帝たちに仕えた。フランス政府の強い後押しを受けて同家は、プファルツ家・ヴィッテルスバッハ家の相続権を認められるよう運動したが、この要求は退けられた。1686年に、ウィーンの貴族部会選出の 常任帝国顧問官会議の顧問官に抜擢され、皇后、エレオノーレマグダレーネのこの絵体に所属する隊員にも任命された。続いて、フランケン帝国クライス、オーバーライン帝国クライスの皇帝代理の役職を務めた。1699年5月に提出せ終了の数密顧問官となり、1702年4月には、殿下の継承に、ほぼ相当する継承、高貴な、 生まれなるホッチワオ,オールジボーレンを授けられた。スペイン継承戦争が始まると1704年に皇帝軍が占領中のオーバープファルツ地方の総督に任命された。皇帝に敵対するバイエルン戦抵校マックス・エマヌエルが逃亡した後のランツフーとミュンヘンに駐留し、バイエルン公国の占領統治を行うバイエルン皇帝業政府の長官となった。 1709年、皇帝から皇に昇釈させるとの口頭での約束を与えられたが、皇位の正式授与は、ヨーゼフ一世が死の床についていた1711年4月3日まで待たされた。最初の皇帝直居上では、皇位はマクシミリアン・カール本人とその長子の2代にしか認められなかった。しかし追加の直居上により、皇位の相続は、 マクシミリアンカールの正式な婚姻による団結孫全員に認められることとなった。この二つの直挙状を発してもらうため、彼は9631グルデン及び30クロイツァーを費やした。1712年から1716年にかけ、レーゲンスブルクで開かれる常設帝国議会の皇帝主席代表委員の名誉職を務めた。1717 17年に、 ミラノ公国の総督に任命されたが、翌年に死去した。遺体はミラノに埋葬されたが、心臓だけは切り取られて、ベルトハイムの教会に安置された。1678年8月26日に、インスブルックにおいて、白爵令女ポリクセナ、マリアクーエンフォン、リヒテンベルクウントベラージと結婚し、マニ10人の子女を設けた。 マルティナ・ハイネ、ローエンスタイナ・イム・ライクス・ファーステン・シュタンド、イン、ワー・シーマー・ツ・アイトング・フォム・ゴ、ヤノファー2012カール、ハイン・ツズバー、ローエンスタイン・ワート・ハイム・ロシフォール、マクシミリアン・カール・カイ・アール・エスティーズ、イン、ノイ・エドイチェ・ビオグラフィ、バンド15、ランカーハンブロット、ベルリン1987、ISBN3 から428001966、S98F、S ありがとうございます。